天候先の清楚可憐な美少女が昔男子と思って一緒に遊んだ幼馴染だった件はヒバリウンによる日本のライトノベル。イラストはヒソが担当している。2020年6月13日から小説家になるを似て連載されているウェブ小説をもとに角川スニーカー文庫より2021年2月から刊行されている。略称は天秤。メディアミックスとして 大山きなによる漫画版がドラドラフラットにて2021年9月から連載中。主人公、霧島隼人は子供の頃男の子と思って仲良く遊んでいた幼なじみがいたが事情により俺たちはずっと友達なという約束を残して都会に引っ越してしまった。それから7年後高校生になった隼人は今でもそのことあったら昔と同じように遊びたいと。 思い続けていたが、自身も家庭の事情により転校することとなった。転校した先の高校では、養子短齢で成績優秀、スポーツも万能であり、クラス内で注目の的になっていた女子生徒、二階堂春樹と関が隣同士となった。昼休みになり、隼人は人気のない場所で昼食を食べたいと思いながら、校舎を歩いていると、そこで演芸部、三竹みなもが、 野菜の実がならないことに困っていたため助言をした。その直後、席が隣だった春のぞみが現れ、源と別れた後に、彼女が突然無邪気に早とに笑いかけた。そこで、春のぞみが幼馴染の春樹であることが告げられる。ありがとうございます。